ジェネシスは次のイベントを進めるために必ずプレミアを狙ってくるだろう。再打一次。プレミアを奪われることも、クエストをクリアされるわけにもいかない。そのために、俺はあいつと。哦，要和他干什么啊？做色色的事吗？ほら、また難しい顔してる。居然一脸严肃的想色色的事情。那，ごめん。再拼两张大图就结局哦。哇、哦，还居然还有两个地图。元気がないのですか？もう最近多いんじゃない？そうして悩んでいること。这话我现在这状态去会被虐。また来たりしますか？好担心，在贴着你哇！プレミア好主动，好害羞，好害羞。いやいい、あれは大丈夫だ。深渊巫女。看有没有出啊，如果有出的话应该会买吧，虽然我觉得那个 DLC 的价格很诡异。为什么一个 DLC 价格要700多块，到底发生什么事？何でもないぞ。なあプレミア。ほう。ねえねえ、話は変わるんだけど、みんなでピクニックに行かない？ピクニック？そう、今話をしていてピクニックしようってことになったの。みんなでフィールドに出てお弁当食べて。为什么从贴在一起变成要去吃便当了？一起野餐。釣りとかもしたいね。現地調達の料理も外せないと思うんだ。嗯。千年黄昏也一起。千年黄昏应该是不会啦。その後は寝転んでお昼寝しよう。寝ちゃったらログアウトしちゃうんだっけ？深渊魔女哪时出？就是不知道啊。他にもダンジョンの探検やモンスターの討伐競争など遊びはたくさんありますよ。うん、楽しそうだな。その話乗ったよ。春季、谁知道春季是什么时候？わーい、みんなでピクニックです。後でリズたちにも知らせておかないと。じゃあ各自の担当もさっき話した通りでいいのかな。而且那春季应该是限定日版吧，台版一定又会等更久。各自の担当って？雪人大大是已经先买了吗？ピクニックをするにあたって準備の担当を決めようって話。みんなにそれぞれ役割を考えてあるんだ。僕とアスナとシノンは料理担当。お、そういえば勇気とシノンはアスナと料理の練習をしていたもんな。手速真快、居然先買。うん、あれからも血の滲むような秘密の特訓を重ねて、いろいろなものを開発することに成功したんだよ。なんかその言い方だと、とても料理の話と思えないな。私はリズたちと一緒に食材探し。你不看好千年。其实我也有点，因为一开始知道它是格斗游戏，就对它没有很好，对战游戏就没有抱太大的好感。縦に野営はしてないからね。驚くような食材を取ってくるよ。だからといっておぞましい食材を持ってきたりしないよね。不过我看日版实况看起来又不像是格斗对战游戏，觉得它的定位还蛮奇妙的。ちょっと別に変なものは取ってこないってば。千年問題还是在飞行战斗。私が狙ってるのはラフレシアンスネークっていう。絶対に取ってきちゃダメ。え、なんで ？LS 的飞行战斗挺悲剧的。私とユイはお店を回ってピクニックに使う道具を集めるんだ。食事を並べるためのお皿やもしもの時の回復ポーションなどですね。へえ、きちんとできそうか。任せて。ユイの面倒は私がきちんと見るから。简单说就是失落之歌系统。L.S. 的飞行战斗给人印象不太好。视角是很悲剧吗？いや、心配しているのはストレアの方なんだけど。
战斗系统也像线上游戏哦，《千年黄昏》。Hello S I R， 为什么都变成色色呀？到底为什么？変なものとか余計に買い込みそうなイメージが。ひどい。そんなことしないよ。ちゃんとおやつも300コルまでって決まってるし。学校の遠足かよ。大丈夫です。お姉ちゃんも私がストレアの手綱を握りますから。背心難控。任せたぞ、ゲイ。なんか納得いかない。吃喝。それで。俺の担当っていうのも何か決まっていたりするのかな。为什么变叔叔啊？君はプレミアちゃんと一緒にピクニックの場所探し。这其实也要其实是越来越奇怪。お、責任重大だな。そうよ、最高のロケーションを探してきたね。モンスターのいない安全なエリアで、お日様の光がポカポカしてて。景色も綺麗で、花が一面に咲いていて、小鳥がさえずっていて、ウサギやリスたちが私たちの近くまでやってきて。ヤスナ也挺会幻想的。台版没人的实况《千年黄昏》还没出来吧？おい、どんどん妄想広げるなって。哇，童子有跟我一样的 OS。一緒に綺麗なところを探しましょう。ああ、頑張ろうな。元気になりましたか？このピクニックの話ってね、実はプレミアちゃんからの提案なの。我看实况都是日版的啊，台版应该要四月才会出来，四月六号才上。プレミア語？君が最近ずっと難しい顔をしているから。元気になるための方法だって考えたんだよ。私は社会科見学をさせてもらって楽しい気持ちになりました。ですから元気がない時は社会科見学をすればあなたが元気になってくれると考えました。そういうことか。プレミア、ありがとう。おかげで元気になったよ。そうであれば私も嬉しいです。つまり作戦成功です。4月6号说不定在玩 P5G， 可恶，到时候实况一定打开就满满的 P5G， 我一个都不会点。よし、それじゃあ二人で最高の場所を探しに行こうな。この辺りがいいかなと思って来てみたんだけど。ピクニックにおいて場所探しは責任重大、つまりとても大事ということですよね。最高の場所とうまい飯が一つになってピクニックは完成するからな。最高の場所ですか。例えばさ、そこに寝っ転がってみなよ。こうですか。そうそう、そして周りの景色を見渡す。周りの景色、広い草原の植物たちが風によって揺れています。景色は綺麗だし、世界の広がりを感じるだろ。なるほど、綺麗で世界は広いです。よし、じゃあここはピクニック候補その1だ。この調子で他の場所も探しに行こう。はい、最高を探し当てましょう。どうした、プレミア。こうしていると楽しいと思いました。みんなでピクニックしたらもっと楽しいぜ。そうですね、期待に胸が膨らみます。つまり今私は巨乳になっている。哇塞，プレミア，哇塞，他为什么会说出这种话？到底又是谁教他的？谁教他把他变成这样子的？后宫们都乱教。その表現、クラインが言っていたんだろう。原来是克莱因啊。その通りです。まったく。
そんなの信じちゃダメだからな。すると、今私は巨乳ではない。他好像很失落耶。私もなれるでしょうか。天哪。什么我教的，拜托，我才不会教这种东西勒。我都会让他们自己体会，不会用教的。いや、どうかな。哦，童子在装傻。前にシリカがリーファの胸について真剣に話していたことがありました。シリカ、シリカ在羡慕啊。对呀，认真的评论，他绝对在羡慕。あれはずるい。神様は女の子に平等であるべきだ。对。なので胸の大きさは大事なことなのではと考えたのですが。完了，你看，果然就是后宫在乱教啊。大事かもしれないけど、ひとまずその方面の知識はこれ以上得なくてもいいからな。そうなのですか。わかりました。やれやれ。あ、居然有任務。去野个餐，任务就会跑出来，这也是蛮奇怪的。プレミアにクエストマークが、クエストが進行したっていうのか。でも六つ目の成績は女神が二人揃わないと手に入らないはず。プレミアは俺とずっと一緒にいたのに、なぜなんだ。どうしましたか。プレミア、ピクニックの場所探しは一旦お預けだ。前に行った野営地に向かうぞ。あ、要继续过任务了吗。はい、わかりました。可惜也不能再野餐了。なんだ、この違和感は。前に来た時と何かが違う。人が全然いません。回来了。你好，你好，欢迎回来。確かに。でもなんで。え？谁？声がしたぞ。向こうだ。行ってみよう。谁？力のないもの。弱いものは淘汰される。哇，调教中啊。さよなら。もうぶ。哇塞， NPC 砍 NPC， 这是什么情况。そんな。何か用ですか。なんでこんなことをしたんだ。あなたに答える必要性は感じられませんが、特に禁止されていることではないので答えます。今の人は私たちの求める意思を持っていると言いました。しかしその意思を渡そうとはしませんでした。戦う力もないモブなのに。完了，这位女神被教坏了，被教坏了。なのでこうして手に入れただけです。坏掉坏掉，他现在需要童子的调教。必要なものを手に入れるために。よーヒーロー、なかなかしつけがなってんだろう。真的该换一下主人了。ジェネシス、結構苦労したんだぜここまでにするのは。お前がやらせたのか。面倒なクエストはこうして NPC をぶっ殺すとショートカットになるんだけどよ。このゲームでは NPC を攻撃すっとブルーカーソルになっちまう。それでその子に NPC を襲わせた。冴えてんだろ。これからはこの攻略法が流行るぜ。
こいつ普通の NPC と違って挙動がおかしいくせに学習スピードだけは異様に速くてよ、他のゲームの NPC とは大違いだ。いい道具になるぜ。完了，童子一定会生气，大爆发的那种。マスター、石を手に入れました。時間がかかりすぎなんだよ。もっと早く済ませろよ。わかったな。なぜそうまでしてクエストを進めようとするんだ。おいおい、記憶力大丈夫か？前にも言っただろう。世界が崩壊するなんて楽しそうだったよ。目の前に楽しそうなクエストがあんのに、それをクリアしない VRMMO プレイヤーなんているか？いないだろう。ん？何が起きた？クエストが進行したんだ。それによってインスタンスマップだった八重地から追い出された。なるほど、確かにクエストログが更新されたみたいだな。次にやることが表示されてるぞ。二人の女神を祈りの神殿へ導き、祈りを捧げさせるだってよ。今度ばかりはこいつらを揃えておかねえとクリアできそうにねえか。つうことでそのモブをよこせ。断る。しょうがねえな。要打了吗？要打了吗？はい。はい。居然叫 NPC。そこの男をぶっ殺して、お前の双子を奪ってこい。わかりました。奪います。さあどうする、モブのヒーロー様。お前にこいつを切ることができるか。ただの NPC だぜ。やっちまえばいいんだよ。さあ始めろ。あなたも私たちを拒絶するというのなら、ここで消えなさい。この攻撃をジェニシスで教えたもので、それをこの子は正しいことだと信じて俺に向けている。赶快，趁现在，赶快调教。さすがに無理だぞ。なぜあなたは攻撃してこないのですか？なぜって、君と戦う理由がないからだ。戦う理由？私とあなた。お、真的開始在调教了。俺はこの世界、この世界にいる人たちを失いたくない。その中には君だって含まれているんだ。哇塞，我真的很会，真的很会。私を失いたくない。君はこのままでいいのか？相手は一人じゃないって忘れてんのか？何フリーズしてんだよ。さっさととどめを刺せ。私にはなすべきことがある。アスラ、これは二人の約束。キリト君は私が守る。間に合ってよかった。哇，正宫及时驾到。アスナ来てくれたのか。护驾护驾。おい女、邪魔すんなよ。おとなしく引きなさい。すぐに私たちの仲間も駆けつけるわ。真的真不愧是正宫，他很会找时机来救驾。は、脅しのつもりか？
お前ら雑魚が何人集まろうが問題じゃねえんだよ。仕方ねえな。俺が片付けてやる。要吃禁药了吗？前と同じだ。戦いの前にメニューを開いて、そして。何？入ってきたぜ。最高の感覚がよ。ハズナ、気をつけろ。ヤツのアジリティは異常だ。AGI 是什么？攻击力吗？行くぞ俺。よく防いだな。やるやる。そんじゃいつまで耐えられるか。耐久チャレンジと行こうぜ。哦，是敏捷哦 ，AGI 是敏捷。マスター、させるか。寝てりゃいいのに頭悪いな。仲間を傷つけられたくないってか。二対一でも何でも来いよ。攻撃の一つ一つが早すぎて踏み込むタイミングがつかめない。え、这边没做成动画很可惜耶。あれ、腰が引けてんじゃねえのか。の動きが読まれているのか。見えるんだよ。お前らがどう動くかがな。分かったろ、実力の差が。さっさと諦めて。怎么了？怎么了？副作用吗？看起来像副作用。那何なの？おい、一旦引くぞ。わかりました。祈りの神殿、続きはそこでだ。どうしたんだろう、急に。わからない。肚子痛吗？摇头丸吃太多。それよりも来てくれて助かったよ。言ったじゃない、君のことは私が守るって。哇，开始大家赶快把墨镜戴上。ありがとう、アスナ。プレミアちゃんは大丈夫？はい、私は何も問題ありません。よかった、二人とも無事で。町に戻ろう、みんなにも話をしないと。うん。真的真不愧是正宫。プレミアちゃんにそっくりの女神の子にNPC を襲わせるなんて、そんな。二次救驾。本当、ろくでもない攻略の仕方をするわね。后宫们各个打抱不平。でもそれができちゃう時点で遊び方の一つってことになっちゃうんだよね。全然納得はできないけど。あ。ジェネシスの優がままなのか。もう一人の女神ってのは。彼女に影響を与えてしまったのは俺たちプレイヤーだ。もともとは性格が設定されていないクエスト NPC だったんだもんね。もっとまともなやつに出会ってればな。でもあいつ
ブルーカーソルは避けたくせにオレンジカーソルになることには躊躇ないのね。ブルーカーソルによるペナルティはゲームを続けることが不可能になるレベルのものだ。それを避けたということは逆にプレミアのクエストを終わらせようとする意志の表れかもしれない。この後もあいつはクエストを進めるつもりってことだね。クエストログを見る限り次のイベントは二人の女神が揃わないと進めることはできないはず。またどこかでプレミアちゃんを狙ってくるでしょうね。それにもう一人の女神も放っておけないよね。プレミアちゃんと双子の子だな。だからこの先にジェネシスが待ち構えていようとも次の場所に行こうと思う。ジェネシスとあの子を止めるために。ああ、これ以上好きにはさせねえ。それにしてもジェネシスの様子が少しおかしかったよね。規制を上げて襲いかかってきたと思ったら急に苦しそうにして。見る分にはトランスプレイヤーに共通することがいくつも見受けられるんだよな。ちょっくら調べたんだけどよ、デジタルドラッグって使用者にかなりの負担があるらしいな。常習性もさることながら過剰に使いすぎるとかなり危険だって話だぜ。じゃあジェネシスが苦しそうにしていたのはデジタルドラッグを使いすぎたから。デジタルドラッグによるノルアドレナリンの過剰分泌は身体に様々な異常を起こす可能性があります。不过他们这种虚拟身体还会有这种异常状态，也蛮奇妙的。フルダイブ中だとアミスフィアによって嗅覚は機能しませんが、心理的な症状は表に出ます。吃饭时间好。突然苦しみ出すことも不思議ではありません。でもそういったプレイヤーはアミスフィアの安全機能で強制ログアウトさせられるはず。数位毒品吗？可是就算吃了也有痛的感觉，也是蛮奇妙的。はい。ですがジェネシスはログアウトすることなく立ち去ったんですよね。因为像他们一开始不是在游戏里面，其实打怪然后被推倒啊或跌倒什么的，他们不是都不会有痛的感觉吗？啊，但是如果在这边，就是在一开始 SAO 的时候啦，他们连跌倒都是没有痛的感觉啊，在这边有这样的话，又不要太认真吗？好，我认真了。それならよ、強制ログアウト機能のないナーブギアを使ってる可能性ってのはどうだ？その可能性はかなり低いと思う。刺激異常的刺激肾上腺激素。SAO の時から政府による回収は続いてて、世間にはほぼナーブギアは存在しないと言われている。アミスフィアを改造してステータスを改ざんするっていうのは？久了身体会有异常。アミスフィアはナーブギアをベースによりプレイヤーへの安全性を考慮したものだ。SAO？ 我记得我那时候在看的时候，我记得第一集就是ナーブギアベースの完成された VR システムの周りは継承されている。在第一集克莱因跌倒的时候，他说他是没有痛的感觉的。カーディナルシステムとともに、カヤバが作り出した完璧なシステムの一つだ。哇，这症状看起来是还蛮危险的。还是不要乱嗑药会比较好。だから改造して使用することなんて不可能。どうしたの？いや、ちょっと待てよ。アミスフィアは確かにナーブギアの後継機だけど、全ての機能が受け継がれたものじゃない。むしろカヤバが絶対につけなかったものがついている。パパ、それはまさか。ああ、あれだ。なるほどです。確かにそこなら改造できる余地がありますね。ちょっとちょっと、何二人だけで盛り上がってんのよ。何ですか、改造できる余地って？さっき話に出てきたアミスフィアの安全機能の部分さ。あれはカヤバが考案したものではなく、
SAO の事件を受けて後付けされたものだ。嗑药还打输同人，同人就是一个外挂的存在。ジェネシスはアミスフィアのその部分に何かしらの改造を加えているってこと？ああ、それでデジタルドラッグを使用しても安全機能に引っかからないようにした可能性が高い。そうして覚醒した状態を維持し続ければ、異常なほど高まった感覚を持ったままゲームをプレイできる。真的假的？我要跟他打了。まるでバーサーカーのように。还没准备好，记得要带水啊。そんなことをしてまで強くなりたいなんて、波じゃない執念深さだね。でも、そんな力でこのゲームをむちゃくちゃにしようとしているなら、ますます許せないよ。このことを運営に知らせればジェネシスを何とかできないかな。真的要打。今の話はまだ可能性に過ぎないわけでしょ。だったら証拠をつかまなくちゃ。SSC。可恶，我到现在还不知道那到底怎么弄，还会闪招，不能硬 A 就是了。啊，なんとしても事実をつかんで、あいつを止めてみせる。练得够高就不必带水。我现在才四十多等而已，感觉有点危险。それからプレミアを守ってほしいのはもちろんだけど、みんなもここにいるみんな簡単にやられたりしないわよ。プレミアちゃんもこの世界も絶対に守ろうね。不知道能不能带伙伴。もし本当に不正を行っているなら、ジェネシスを絶対に放っておけない。この世界を。人の勝手な都合で好きにしていいなんて、俺は納得できないから。哇，要去做了断了。ここが二人の女神を導く場所、祈りの神殿。ジェネシスは世界を崩壊させるために必ずクエストを終わらせると言っていた。やっぱりあいつとは直接。想交朋友借借你玩 PS4 玩闪三，然后借他 PS3 推他入闪一闪二。哦，那个这样闪一闪二时间真的太久，超久。我两款玩完之后花了快两百个小时。一度町に戻ろう。みんなに話をしておく必要がある。醒醒吧，楼上没有朋友，不要这样，不要这样。どうしよう。このクッキーみたいなやつ、美味しくて手が止まらないね。極上です。你是玩过空椅？哎，空鬼我还没玩过，不要难过，不要难过。啊，もう一枚しかない。じゃあ、プレミアちゃんが食べていいよ。いいんですか？うん。だってすごく気に入っているみたいだからさ。では、半分こにしましょう。そうすれば。二人で食べることができます。いいの？やったね！くぅ、いい子だな、プレミアちゃん。そんなクッキー一つで。でも、こういった細かいところにも性格って出るものだと思うよ。もともとは性格の設定すらなかったわけですから、これはきっと皆さんに影響されたんですね。你闪二第一轮没有亚丽莎结局可以选，我第一轮也不是跟亚丽莎在一起，我第一轮是跟会长在一起啊。影响か。有记腰好戏，赞赞。食欲が旺盛なのは誰の影響か考えるまでもないよね。クラインの影響かな。間違いなくお前だろ。それよりも行くのか、祈りの神殿によ。ああ。
その神殿がプレミアちゃんのクエストの最後の場所なんだよね。祈りの神殿、そこで二人の女神が祈りを捧げると、この世界にアインクラッドが創生されてしまう。ジェネシスは二人の女神に祈りを捧げさせて世界の崩壊を起こそうとしている。あいつはそこで俺が来るのを待っているはずだ。でもわざわざジェネシスが来る場所に行くなんて危険すぎるよ。話をして通じるような相手じゃないのは分かっているわよね。もちろん分かってるけど、このまま黙っていたとしてもあいつは必ずプレミアを奪いにやってくる。だったらみんなで守ろうよ。私たちが集まればいくら強いジェネシスでも。いや、仮にみんなでジェネシスを倒したとしても、きっとあいつは何とも思わない。鬼姬在台湾真热门。其实鬼姬是我以前的同事，把游戏片借给我玩的。他如果没有跟我推坑，我也不会去玩。普通に死に戻りして、またプレミアを狙ってくるだけだ。为什么童子是男生？原来是 MOD 吗？把他对，因为是童子。だからあいつは俺一人で倒す。俺が決着をつけてくるよ。Hello S 三啊，又是剑啊！你是听到闪鬼吗？对，我必须承认，闪鬼真的是我以前的同事借我玩的。それだけじゃなくて、みんながジェネシスに傷つけられるのも見たくないんだよね。好有道理。大丈夫、きっと勝つって信じてるもん。止めたって絶対に行っちゃうよね。だったら私たちは君を精一杯支える。アスナ。だから絶対に守ろうね。プレミアちゃんとこの世界を。ああ、必ずだ。啊，来了。晚安哦 ，David， 晚安。さすがヒーロー、逃げ出さなかったみたい。很多游戏都先支援安卓，后面才 OS。那你知道为什么会这样吗？其实这是有原因的。ジェネシス。お前は下がってろ。わかりました。这边听到理由白话解释，拿苹果就是有钱，对啊，就是潮啊。来なかったらお前の取り巻きをぶっ殺して、そいつを奪うだけだったが、利口な判断だ。おい、前に言ったこと忘れてねえよな。因为申请 Apple Store 需要时间，哦，对，没错。其实苹果审核很麻烦。而且毛又很多，还容易被推荐。俺が世界をぶっ壊してヒーローになるか、それをお前が止めるのか、ここで決めようぜ。わかった。下がっているんだ、プレミア。準備はいいかよ、ヒーロー。始めようぜ、この世界をかけたバトルってのをよ。はあ、かい、こいつでどうだ。ほら、等一下等一下、我先把地图关起来。等一下啦，不要那么激动。靠！好痛！
还有十二秒。快快快快！干，怎么两百多秒？太长了吧！しぶてえな。お前のその強さについて分かったことがある。ええ、お前の強さは最前線の攻略プレイヤーも凌駕していると思う。正直普通にプレイしているだけじゃそこまではたどり着かないはずだ。だったらなんだ、俺が普通のプレイヤーじゃないって言いたいのか。ああ、俺と同じようにな。お前が俺と同じ？意外そうな反応するんだな。お前も俺と同類だろ。はあ、バカ言うんじゃねえよ。同じわけがねえ。なぜそう思うんだ。別に俺たちみたいなプレイヤーがいたって不思議じゃないだろ。誰だってどんな手を使ってでも他の奴らより先に行きたいって思うに決まってる。特にあの味を知ってしまったら引き返せないのもわかるぜ。ありえない。まあ確かに自ら名乗るような人は少ないと思うけどな。お前らのような凡人が簡単に手を出せるようなもんじゃねえんだよ。どんなツールを駆使したってカーディナルのセキュリティは崩せねえ。違うか。いや違わないな。でもそのカーディナルでさえも目を光らせていないところは存在する。じゃあお前もアミュスフィアに手をつけたのか。答えろ、お前は何をしたんだ。ジェネシス、一体何の話をしているんだ。何？俺はずっとフルダイブ経験量のことを言っているだけだぞ。 VR ゲームでの強さはステータスだけじゃない。経験している時間だって大事な要素の一つだ。そして VR ゲームにはまってその味を占めたら引き返せなくなる。食事を抜いたり学校をサボったりどんな手を使ってでもダイブしたくなる。それに何十時間ダイブし続けたとしてもカーディナルから文句を言われることはない。お前の波じゃない強さはダイブ歴が長いからだと思ったんだが。そうか、アミスフィアを改造なんてしていたのか。てめえ、
ようやく違和感の謎が解けたよ。やっぱり俺とお前は違うみたいだなあ。聞こえていたかセブン。ええ、バッチリとね。誰だ。哇，录下来了。彼女はこのオリジンの開発協力者、七色博士って言った方が分かりやすいか。なんだと。今の俺たちとのやり取りは全て彼女に聞いてもらった。それが意味することは分かるだろう。アミュスフィアの改造とは到底許されないことをしているわね、あなた。くだらねえ誘導尋問なんてしてんじゃねえよ。崩溃崩溃。俺をこのゲームから消すつもりか。ふざけんじゃねえぞ。我听到玻璃的声音。終わらせてやる。消えるのはてめえの方だ。デジタルドラッグ見せてやる。俺だけが手に入れた力をよ。来るぜ。脳に直接入ってくる。前の時と同じデジタルドラッグのせいで体に負担がかかっているんだ。ところで引き下がってらんねえんだよ。弱いやつはどうだされる。だから強くなけりゃいけねえんだろうが。ジェネシス。瞬殺だ。この世界じゃ誰も俺に勝てねえって。足りない頭に刻み込んどけ。好可怕。他秒杀我耶。ああ、分かった。続きを始めよう。童子不要挑衅他啦。没事跟我挑衅他，苦的是我啊。Yeah.
右，玩出剑。等一下啦！看，吓死人！哎，干！下啦！干，等一下啦！我没有对准。等一下啦，等一下，冷静一点啦，有话好说好不好？拜托一下。SP 黒の剣士は似合わない。谢谢大家，我是为了让大家可以好好的睡觉才这样的。等一下，
心配させちゃったな、プレミア。いいえ、心配はしていませんでした。信じていたので。一个嗑药，一个吸毒。哎，我中间还是有好几次差点死掉，好不好？そうだ。あの子、もう一人の女神は。不要急我，不要急我。彼を倒した後、奥へ向かっていきました。可以不睡，多死几次，不要这样。大家还是早点睡嘛，为了身体着想。奥に、彼女一人で行ってみよう。はい。惹明月。晚安 ，Often 晚安。あそこに。もう一人の。女神，他敌意很深哎、欸，那个眼神。他死还不太对。あの人は私を必要としてくれた。何も持たない私を連れ出し、戦う術を、この世界で生きる術を教えてくれた。そして、私をティアと名付け、存在することの意味を与えてくれた。ティア、いつも NPC のことをモブと言い続けていたジェネシスが、この子には名前を。しかし人々は彼を否定し拒絶した。たった今あなたも。それは初めての人を失った。また私は一人。やはりあの人が教えてくれた通り、人は憎むべき存在。あ、晚安哦。雷雨大大晚安。不要抗議。人の存在が私たちを傷つける。人の存在がこの世界を醜くする。私たちを拒絶する世界なんて必要ない。私たちを拒絶する人々なんて必要ない。さあ一緒に祈りを。それがあの人の願い。你还要开 PS4? 哇，你的夜晚刚开始吗？いいえ、それこそが何もなかった私たちに与えられている唯一の役目なのだから。司法不公，纯阳迫害。プレミア。私は世界が崩壊することは望みません。通常说一下，都不是一下的。なぜこの世界が人々が必要だというの。人は人を受け入れることなんてしない。ただ拒絶し、拒絶され続けるだけ。不良少年有错吗？人が存在することで、世界がこんなにも醜くなるのなら、消してしまった方がいい。私やあなたの都合で、この世界の人たちを消してしまうわけにはいきません。それに私は。みんなが持っている可能性を守りたい。どうして人間たちを守らなければいけない。ジェネシスや私を拒絶した人間たちを。人がこの世界に来なければ、こんな思いを知らずに済んだの。转战手机、你转超快、马上就换账号。いいえ、受け入れてくれる人間だっている。そんな人間はいなかった。お前たちだってお互い分かり合えたかもしれないのに、彼はその可能性を消すことを選んだ。え、怎么是我童子啊、是童子。
拒絶し続けた人間と分かり合おうとするものか。あの人とただこの世界にいたかっただけなのに。哇，提尔已经变成中二男的形状了。一緒に祈らないというのなら、私一人ででもこの世界を崩壊に導いてみせる。6つの成績があの子の周りに何が起きようとしているんだ。この世界に人が、人なんかが存在するから汚れていくんだ。まさか一人で起こすつもりなのか。大地切断を。転移したのか。あなたは与えられた役目に逆らえない。私と一緒になるのだから。